私、ジェーンスーからの相談です。今更ですが、正しい日本語はどこで覚えたらよいのでしょうか？2月14日土曜日午後7時になりました。ハッピーバレンタインズデー。今日はバレンタインでございます。こんばんは。週末お悩み解消系ラジオ、ジェンス相談は踊るの時間です。パーソナリティは作詞家でコラムニスト、アラフォー生粋の日本人、人生の酸いも甘いもつまみ食いしてきたジェンスでございます。今日の東京は非常に暖かくって、毎回天気の話で始めておりますけど、それよりもバレンタインですよ。人多かったですね。まあどこ行っても、まあでもなんか別にデートって感じもなく、普通に人通りが多い中でチョコを片手に、可愛いですね、素敵な袋を持って歩いていらっしゃる方が多かったような気がします。皆さんはチョコレートいかがでしたかってこの年になっても言うとは思ってなかったんですけどね。41歳、通常ならば息子がチョコはもらっているのかみたいな心配をしたりとか、娘の手作りの手伝いをしたりとか、そういうことをしてると思っていたんですけれども、まあなかなかね、予定通りの人生いきませんけれども、自分で、自分用にチョコを買ったり、お仕事用のチョコを買ったり、そんな感じでやってまいりましたけれどもね、今日も2時間バレンタインと関係あるんだかないんだかわからない放送をぬるりとやっていきたいと思います。突然ですけれども、ここで来週のスペシャルウィークのお知らせをね、ちょっと冒頭でさせてください。先週のエンディングでもお伝えしましたが、来週の代行 MC はライムスターの歌丸さんです。私、ライムスターの歌丸師匠とはですね、そろそろ22年ぐらいの付き合いになるんですかね。19からですから、大学時代のサークルの、私が入ったサークルの1年生の時の部長がライムスター歌丸さん。そしてあれから20何年ですか、 2,3 年経ってますけれども、まさか同じ TBS ラジオで番組を持たせていただけるとは思わなかったんですけれども、いやーね、昔から繊細で知的で少しだけめんどくさいみたいな、そういう感じの先輩だったんですけれども、相談にどう乗ってくれるんでしょう。ガチで乗ると多分泣かされちゃうぐらいのことを言われたりする人もいるのかな。でもまあ優しさっていうのがある人ですからね、多分すごくマイルドな相談を受けてくれ、マイルドに相談を受けてくれると思うんですけど、他にも女子部、 iPhone 女子部みたいなサイトで歌丸さんも相談を受けてらっしゃるんですけど、まあ私なんかよりよっぽど頭脳明晰、言語明瞭な感じのお返事をしてますので、楽しみでございます。来週2月21日スペシャルウィークの相談を踊るお楽しみにしてください。さあ、私若干今日はですね、体力使い果たしている感じの様子が声でそちらに伝わってないといいなとリスナーさんに向けて思ってるわけですけど、何があって、今日はですね、日中、午後2時からですね、あの久米宏さんのラジオなんですけどに出演させていただきました。今週のスポットライト、まさかテレビで見てたね、今週のスポットライトっていうところのラジオ版に私が出ることになるとは、数奇な運命、運命でも何でもないんでしょうけどね、本当に呼んでいただいてありがとうございました。非常に楽しかったです。そして聞いていただいた皆さん、本当にありがとうございました。結局ね、いろいろ話のネタとか持ってったんですけど、うちの父親の話で終始して終わるというね、終始一貫して父親の話だったんですけれども、何かと言いますと、うちの父親と、久米さんがなんとなく雰囲気で似てらっしゃる、ここですよ。はい、今日の問題来ました。はい、話も飛びますよ。皆さん、今日はボンボン行きますよ。今似てらっしゃるって言いましたけど、久米さんがうちの父親に似てらっしゃる、これが正しい日本語なのかどうか、このとっさの目上の人に対する正しい日本語できないことが本当に最近よくわかるんですよ。自分でこういうおしゃべりの仕事も始めたりして、目上の方なんでね、ちゃんとした日本語で丁寧に喋りたかったんですけれども、無理でした。これね、後から道路聞くの嫌なんですけれども、変なとこに「お」をつけたりとか、謙譲語、尊敬語、丁寧語、全部でたらめ。パッと喋ってる時は気がつかないんですけどね、やっぱお里が知れる、育ちの悪さが隠せない。普段からね、私口が悪いんですよ、本当に。それは自分でもよく反省してて、どういうぐらい口が悪いかって、まあ私の口の悪いのをですね、高校時代のお友達が真似していたら、その子だけ教官室に呼び出されてですね、あなたはあの人の真似しなくていいのよって言われたっていうぐらい口が悪いんですけれども、
言葉遣いが良くないんですね。口が悪いっていうのはそっちの意味の口が悪いもあるんですけど、それ以上に言葉遣いがあまり良くない。でね、これやっぱり、年を取ったら自然にできるようになると思ってたシリーズってあるじゃないですか。例えば結婚、出産、家を買う。ダメだったね。全部ダメ。自然に生きてたらナチュラルにありのままでそこまで到達すると思ったらしなかった。同じように言葉もです。難しい言葉を知っていたら、もっと素敵な言い回しができるのに、これももちろんございます。でもそれ以上に、とっさの日本語の使い方、誰に王をつけるのか、いらっしゃるとか、あとやっぱりですね、人って喋ってる言葉でなんとなく値踏みされるんですよ、相手に。自分に高い値段つけたいじゃないですか。そう考えると、きちんとした日本語、今からどうやって体得すればいいの。思い出しますね、昔大学時代に普段非常に口の悪い女の子がおりました。私と同じぐらい口が悪いというか言葉遣いが汚い女の子がおりました。この子がですね、買った商品が何か不備があったってことで、これからクレーム電話入れるわ携帯でっていういつもの口調で来たんですけど、まあ、プルルルかけてからの、もしもし、先日そちらでこうこうこういう商品を求めました、こういうものでございますけれども、少し不備があるような気がいたしますので、担当者の方を出していただけますかっていうような感じで始まりました。お、なんだこの女っていうぐらい丁寧な日本語で、も縦板に水のことをトゥルルルルと喋ったら、まあ絶対無理でしょこれクレームにすんのっていうぐらいのものがポーンと交換されまして、やはり綺麗な日本語っていうのが喋れるのは、まあ武器になるなと思ったんです。別にね、そこに男性も女性もあったもんじゃないんですけれども、女なんだから綺麗な言葉遣いをしなさいみたいなことにね、無駄に反抗していったところもあったんですかね。まあ最終的にみっともない大人になりましたっていうところもありまして。でね、結局、丁寧な、きちんとした日本語っていうのは普段喋ってるわけじゃないんですよ。私日本人ですけど、アナウンサーでもないので。これやっぱりね、英語とかと一緒なんです。必修科目として結構な年月習うけれども喋れない英語と一緒で、丁寧な日本語にもやっぱりリーディング、リスニング、スピーキングっていう3種類があると思います。リーディングとリスニング大体できますよね。今なんて言った?今の言葉丁寧すぎて聞こえないとか、今の謙譲語ちょっと難しいとかってことはほとんどないじゃないですか。スピーキングですよ。ないの?丁寧語の場。丁寧語の場とかさ、そういうのこう、美味しゅうございましたみたいな教えてくれるとこないんですかね。やっぱ普段使わないからこそそこで人の値打ちが測られる。恐ろしいですね。皆さんに今日これどうやって解決したらいいかっていうのを相談したいんですけど、一つだけわがままを申してもよろしいでしょうか。本を読む以外のお答えを募集中でございます。お送りしたのはインディアーリーでチョコレートハイフィーチャリングミュージックソウルチャイルドでした。さてこの番組ジェンス相談を踊るでは、メインパーソナリティの私の代わりに番組の進行をして、ついでに相談についても一緒に考えてくれるという画期的な MC 代行システムを採用しております。週ごと入れ替わる代行 MC、 今週はトゥルルルルこの方です。こんばんは、 TBS アナウンサー国山ハセンです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はじめまして。まあお元気なお子さんで、はい、おいくつですか？24歳です。産んでてもおかしくないの来たね、またね、はい、そんなことはないと思います。いや私が17で産んでたら、まあまあそうですよね、まあまあ、お母さんいくつですか？はい、56ですね。あ、なるほど、はい、お父様は59です。59、はい、お父様がイランの方、イラク出身です。イラクの方、はい、ごめんなさい。お母様が日本人、日本ですね、はい。なんか20歳ぐらいまでお父様とはお母様を介してしかお話ししたことなかったっていう、はい、実は私日本語しかできないんですよ。ああ、なるほどなるほど、はい、で父はアラビア語と英語ができて、母は日本語とアラビア語ができるんですけど、はい、ですからこううまく流暢に会話ができなかったので、うん、母に日本語で伝えて、母がアラビア語で父に伝えるというスタイルで生きてきました、ね、お二人はどうやって知り合ったんですか、お父さんとか。これがですね、はい、私が18までは、うん、こう銀行で一目惚れされたって母は言ってたんですけど、20歳になって明かされた真実と、うん、そしては、まあ、結果ディスコでナンパしたということ。なるほど、はい、ディスコナンパ、ディスコナンパだということで、お父さんがナンパしたのがお母さん、はい、そこからよくお母さんアラビア語喋れるようになりましたね。そこからまさかの、母はイラクに行くことを決意しまして、うん、イラクで、まあ、姉がいるんですけど、はい、まあ、出産も経てということで、うん、そこでの5年間の生活を経てアラビア語を体得したと。すごいわね、はい、でもご兄弟はアラビア語は喋らず、姉はアラビア語はできないですね、うん、もう今はできないですね。あ、昔はちょっと、はい、そうか、生まれてた時は、はい、多少はできてたと思うんですけど。そんな栗山ハセンさん、相談は踊る、はい、初登場でございます、はい、入社2年目、そして
現在 TBS ラジオではザ・トップ5の水曜日、はい、浜健さんと担当しております、ね、そうなんです。楽しそうですね放送、はい、楽しいです本当に楽しそうですね、はい、ピノキオみたいな顔してるねピノキオですか。突然ごめん、突然ごめん、うん、でもよくキャラクターっぽい顔だねとは言われます。ディズニー顔、はい、よく言われます。あの、ね、トイストーリーのウッディとか。あ、確かに、はい、もうピクサーってか、ピクサーピクサー行ってできましたって突然扉叩いて、できました人間になりました、まあ、テレビでは昼帯、はい、王様のブランチ、あっこにお任せ、あっこにお任せは、はい、ついに来ましたか。来てしまいました。音帯から、はい、安藤さんから16年ぶりに引き継ぐという形で助けを受け取って、どうですか、はい、いつもオンエア前はちょっとおーとしそうなぐらい緊張するんですけどあ、そう、はいはい、なんとか、なんとかやっておりますね、はい、ちょっと小耳に挟んだんですけど、はい、スターになりたいらしいです、ね、いや、スターになりたいというよりも、はい、アナウンサーとしてやっぱりこう、嘘つけ、最終的には何言ってんの、成功したい、うん、その体制したいという、ね、聞いてる話と違いますいやいや、スターになりたいというとすごくこうなんていうんですか、自己顕示欲が強すぎる感じがするので、うん、そこまではいかないです。自己顕示欲は強いんですか弱いんですか。強いです。ですよね、はい、強すぎないっていうぐらいそのものだということだと思うんですけど、はい、まあそんな感じで今日は産んでてもおかしくない、はい、国山ハセンさんと二人でですね番組をやっていきたいと思うんですけど、はい、それでは代行 MC 最初のお仕事、番組説明を丁寧な正しい日本語でお願いします。わかりました。この番組ジェーンスー相談は踊るは、週末お悩み解消系ラジオ、シリアスな悩みから身の回りのとほほな悩みまで、リスナーの皆様から届いた相談に次から次へと乗っていきます。また番組ではメッセージも募集しています。冒頭のジェーンスーさんからの今週の相談、今更ですが正しい日本語はどこで覚えたらよいのでしょうかへの回答をはじめ、番組中に思いついたあなたの相談、ツッコミなど何でも送ってください。宛先はメールの方はすべて小文字で sd@tbs.co.jp、 ファックスの方は東京0303ですね、5562-0954まで送ってください。お電話ください。すずさんに電話で相談したいという方も電話番号も書いて送ってください。番組でメッセージをご紹介させていただいたすべての方にステレオテニスさんデザインの番組特製ステッカーをお送りします。そしてこの番組ステッカーがリニューアルしました、はい、ステッカーバージョン2はより素材が良くなりまして、はい、サイズもアップしております。ちょっと大きくなりました、はい、色合いも変わったということで、ちょっと濃いんだよな印刷がな。そうですね、まあいいか悪いか別として濃い、印刷が濃いということだけはお伝えします。素敵なステッカーとなっておりますので、はい、ぜひ一度ステッカーをもらったという方もまたメッセージを送ってください、ね、はい、お待ちしてます。メッセージには住所お名前をお忘れなく、はい、それでは9時までの生放送、ジェーンスー相談ワードル、ジェーンスーと国山アーセンでレッツ相談。TBS ラジオキーステーションにお送りしているジェーンスー相談は踊る、はい、それでは早速今夜最初の相談です。お願いします。はい、ラジオネーム横浜新道さん、32歳男性の方です。はじめまして、横浜新道と申します。はじめまして。相談内容は男性でありながら男性不信であるというものです。ほう。最近学生時代からの男友達と話しました。彼は5年付き合っている彼女がいて、そろそろ結婚を考えているようです。そこまでは全然問題なくおめでたい話です、うん、ただ彼は私との会話の中で結婚したら不倫するというのです彼は一人の人が一人の異性と結ばれるというのはキリスト教が持ち込んだ考え方で、歴史的に見れば男性が女性を支配して男性が女性を養えさえすれば何人の異性と関係を持っていても問題ない時代の方が長い、そっちの方が本来の人間の在り方だと主張するのです。私が男性と女性は対等であるべきだ、不倫するというくらいなら結婚なんてせずに多くの女性と交際していった方がいいのではと主張すると、彼は女性の方も本音のところ対等な関係なんて望んでない、レディーファーストという言葉にあるように女性は男性から何かしら与えられることを望んでいる彼女にとっては結婚はゴールだが自分にとっては責任が増えることになる、ですから夫父としてお金と時間を奥さんと家庭に提供できさえすれば不倫をしても良いと主張するのです、うん、私はまともに彼女ができたことがないので、短期間であったり二股かけられたりというのはあるかもしれませんが、女性の心理について何も言い返せなくなってしまいました。そこで私が、であれば奥さんの方が他の男と不倫をしても文句言わないってことだよねって聞くと、彼はそしたら即刻離婚する
自分に比べて彼女の方が結婚したい度が強い。それに対して自分はお金と提供するものが大きいので対等であるはずはないというのです、うんうん、同じようなことを言っていた男友達があと2人います。全員が仕事もできモテるタイプです。彼女がいない時期がほとんどありません、うん、私は世の中の男はみんなこういう考えで動いているのかな、女性もみんな口には出さないけどそういう扱いを望んでいるのかなと思うと絶望的な気持ちになります。私は自分の考えがナイーブで理想論のような気さえしてきました。自分に彼女や奥さんがいれば何も悩む必要はないのですが、なかなかできないので今後彼らのような考えに変えて女性と向き合っていった方が女性と付き合えるのではと悩んでいます。ただ昔から人間はそれぞれ対等、男女も対等と考えてきた自分には受け入れにくいのです。どうかスーさんご意見聞かせてくださいという相談です、ね、なるほど。まとめさせていただきますと、仲のいい男友達5年付き合ってる彼女と結婚するけれども結婚したら不倫するよと公言してると、うん、なんでかっていうと俺の方が与えてるものが大きいんだから、うん、別に女と何人と関係持ったっていいだろう、うん、じゃあ嫁さんが不倫したらどうする、そんなの速攻離婚だよ、うん、みたいな話をしてるんだけど、はい、男ってみんなこうなんですかっていうメールが女性じゃなくて男性から来てるっていう、ちょっと不思議な状態なんですけれども、はい、国山ハセンさん、はい、お聞きします、はい、浮気したことありますか。浮気はそうですね、うん、なくはないです。なくはない、はい、その心は正直その彼女がいる間に女性と食事に行ったりとか、うん、そういうことはあります、ね、ちょっと待って、食事はいいでしょ別に。ですから、うん、そのね延長線上でこうちょっとこうなんか距離がね縮まるみたいなことも、うん、どの辺まで縮まった。ちょっとほっぺに中ぐらいですかね。え、ほっぺに中ぐらい。そんなもん？はい、そんなもんにしてください。そんなもんにしてください。はい、ちょっと目がね、すがるような目になってきたんで、はい、かわいそうだなと思うんで、はい、この辺で追記はやめておきますけれども、はい、まあ、彼女がいるのにそういうことをしちゃったっていうことがあるわけですけれども、はい、まあ、自制心は聞かなかった。そうですね。聞かなかったな、うん。やっちゃっても OK と思ってた。それとも、うわぁ、ダメだな、これやつダメだな、これちょっと、ああ白線超えちゃったみたいな感じ。どっちでした？後者ですね。やってはいけないという思いは強いです。強かった。常に。やはり浮気とか不倫とか、うん、決してやってはいけないと私は思っています。はい、説得力ねえな。ほっぺに宙の坊やがそう申しておりますけれども。はい、まあね、ちょっと、あまりにも極端な例だと思うんですよ、うん、この。メールの方って。そうですね。歴史的に見れば、男性が女性を支配して、男性が女性を養いさえすれば、うん、何人の異性と関係を持っていても問題ない時代の方が長い。うん、これ、ね、どっかで聞いてきたような、テンプレみたいなコピペの文章みたいなんですけれども、うん、まあね、それの方が人間の本来の、あり方だっていうのはまたそういうことではないだろうと。うん、でも、ここの話をいろいろしだすと、なんとなくこう、難しい話になってっちゃうので、そうですね、まあ、ちょっとスッとそこは避けて話をすると、まあね、育ってきた環境とかも結構大きいと思うんですよ。自分の父親がこうだったら、こういう考えになる人もいるでしょう、うんうん、でそれを見て反面教師で あれで母親は幸せじゃなさそうだったからやっぱやめようみたいなことになるんですけど、うん、結論から申し上げますと、うん、横浜新道さんそういう人たちもいる。で女もそういう女もいる。別に旦那が浮気してもらってもいいからとりあえず金だけ家に入れてくれと、うん、あと生活的に不自由させないでくれと、うん、別にあとは外で何しても、うん、ちょこちょこムカつきはするけれども、うん、まあ、最終的には裁判やった時にこっちは材料取っとくから、うん、勝てるしみたいな人もいる、うん、で人もいるんだけど、そうじゃない人もいて、うん、その人たちって交わらないんでね、関係ないんですよ。もうちょっと、長谷さんぐらいの歳だと、まだ、うん、いろんなジャンルの人がいて、そんな考え方があるのみたいなことで、ちょっと悩むこともあると思うんですけど、例えば横浜新道さんみたいに、男と女は平等で、みたいなことを思っている人には、そういうタイプの女性がいる場に、自然と行くようになると思うので、なるほど対岸の火事だと思ってていいと思いますよ、うんうんうん、本当に。そうですね。それよりも横浜新道さんがあって思った時に自分が意外と女の人よりちょっと優位じゃないと安心できない自分がいたりとかそういうことに気づいたりするシーンとかが出てくるかなっていう。確かに。そちらがちょっとこうね意地悪くおばさんは思っちゃったりするんだけど、どうですか、女性と男性ちょっとこうリードした方が気分いいですか。そうですね。僕やっぱりリードしたいという気持ちはありますね、うん、やっぱりこれぐらいの年代ですと。なんでリードしたいの？なんですかね、こう、いや、決してあれですよ、上に立ちたいとか思っているわけではないですけど。大丈夫、噛みつけはしないよ。でも、うん、その方が
男性としてかっこいいのではないかというその持論というか、うん、あるんですよ。持論というかみんな一般論ですよね。そうですよね。それ一般論ですね。これ一般論ですね。一般論です、はい、その方がやっぱりかっこいい。いいうんうん、引っ張ってる俺の方がかっこいい。かっこいい。結局でもそれはナルシストなのかもしれないんですけど、うんうん、そういう自分がかっこいいっていう。人間はね、腕の前、うん、あの胸の前で腕を組んでる時は、はい、あの警戒体制にあるって時、君今ギューってね。はい今腕組んでますね。警戒体制全開ですね。じゃあその腕をファーッと開いてみようか。そうですね、ファーッと開いてみて、はい。はい、それで、はい、やっぱり上に立ちたい。上に立ちたい、うん。上に立ちたいかもしれない。まあそういう時もありますけど、まあ、はい、お互い立ったり立たせたりでうまくバランス取っていけるんです、ね。全部のシーンにイコールは無理ですよ。うん、はい。それは。そう思います。お互い持ちつ持たれつ。だから横浜静さん心配しなくていいと思います。こういう人たちもいる。でも対岸の火事、それが結論だと思います。うん、チェーンスー相談は踊る週末お悩み解消系ラジオチェーンスー相談は踊る。時刻は7時30分になりました。週末お悩み解消系ラジオチェーンスー相談は踊る、お送りしているのは作詞家コラムニストのチェーンスーと週替わりの代行 MC、 今夜は TBS アナウンサー国山線が担当しています。それでは続いての相談です。お願いします。スーさん、国山アナ、こんばんは。こんばんは。ラジオネームポンポコ母さん、50歳会社員です。ぜひ相談に乗っていただきたいことがあります。はい。家族に黙って通っているエステがやめられません。うん。もう2年くらい通って150万円くらいかけているのですが、はい、あまり効果がありません。ほう。150センチ60キロが59キロになったくらいウエストは7センチほどサイズダウンしました。あ、いいんじゃない。やめようと思うと新しい器具が出てきて、これを試してからとずるずると、うん、ということになっているということです。さすが太っているだけあって意志が弱いとほとほと自分が嫌になります。正社員なので自分にかけられる自由になるお金は結構あるのですが、はい、2人いる子供が大学生と高校生、これからもっと教育費がかかるかと思うとこんなことをやっていてはダメだと自己嫌悪です。うん、エステの太客になりつつというかもうなり始めています。はい。スーさん、どうかこんな私にカツを入れてください。カツ入れらんないですよ。だって羨ましいもん、うん、150万2年間ってことは1年間に75万ですよね。そうですね。75万をですね、だいたい12ヶ月で割るとですね、はい、6に12、うん、そうですね、6万、ちょっと高いね。月に6万は。そうですね、月に6万はちょっと高いかな。これは痩せないですよ、エステ行っても。痩せないですか。痩せないですよ。あ、そうなんですか。肉もんでもらって痩せるほど世間は甘くないですよ。確かに、鍛えろと。そう、ただいや食事制限だもうね、太ってる私が言っても何の説得力もないんですけど、摂取カロリーと消費カロリーで消費カロリーの方が多ければ痩せるって、そりゃそうだっていう話なんですが、うん、はい、これでもね、やっぱり、ね、誰かにねぎらってもらうとか、うん、その触ってもらうことで癒されるっていう効果は確実にあるんですよ。うん、それはね、否めないです。そうですよね。で、やっぱりそのエステは女の風俗なんていうね、うん、あの口さがないこと言う人もいますけど、うん、私今あの雑誌アエラでですね、はい、今夜も金で解決だっていうひどいタイトルの連載やってまして何かっていうと、こういろんなところにマッサージに行って、はい、これが良かった、あれが良かった、悪かったっていう話をしてるだけの連載なんですけど、これ何かっていうと、やっぱりそのお母さんって大変じゃん、うん、お父さんも大変だよ、息子も子供も全員大変だけど、ね、うん、お母さんみんなのこうケアをして、いろいろこう疲れがあっても正社員で働いたりするからなかなか忙しいと思うんですけど、うん、誰かにやっぱ肩を揉んでもらったりとか、うん、お疲れですねってこう下にも何下ろさない、なんて言うんだっけ、下にも下げない、上にも上げない、下ろさない、うん、ほらまた日本語わかんない、ポンね、そんな扱いを受けることで心が癒されたり、はい、ストレスが解消したりすることはたくさんあると思うんですよ、うん、だから、うん、行くのはいいと思うんです、はい、ただポンポコ母さん痩せないよでも痩せないからこれ半分にしません？あ、費用かかる費用。なるほど。月に3万、3万まで。そう、そうすると、1万円のものが週に2週に1回とか、週に1回か2週に1回ぐらい、うんうん、体験できる。そう、探せばね、安いとこあるんですよ。なるほど。なので全部やめるってなると、うん、どうしようもないんで、ストレスになりますしね、それはそれで、うん、で、まあ、家族には内緒のままでもいいと思うんですけど、はい、とりあえず半分にすることから始めればいいんじゃないかな、うんうん、場所変えてみたらいいと思うんですよね、うん、確かに。人逆になってるんだったら別のところ、エステじゃなくてもいいと思うよ。なんかマッサージとかでも全然、うん、リラクゼーションはできると思うので、うん、
そんなね、2年も通って150も使ってまだやめられないって言ってもやめられるわけないじゃないですか、そんな簡単に、うん、と思いますので、ポンポコ母さん、はい、あんまり気にしないでいいんじゃないかな。はい、続けると、続けるは続けると、はい、3万ぐらいにしましょう。3万くらいです、せめて半分に。はい、はい、では続いてのご相談です。はい、ラジオネーム、ハンカチ世代の秘密兵器さん、26歳男性の方です。はい、スーさん、ハセンさん、こんばんは。こんばんは。こんばんは。女性にとって男性が料理上手なのは恋愛アドバンテージになるのでしょうか。うん、女性が得意料理で肉じゃがと答えると家庭的だとか言いますが、ほうほう、ホームパーティーで男性がどんなものを作れるといいねとなるのでしょうか。女性を家に招くために料理の腕を上げたいので教えてくださいと。いやー、これ当てがあるんですかね、女性を招く。あるということじゃないですか。ねえ、ハセンさん、料理はどうですか。料理はできないですね。大きく出たね。はい、大きな声ではっきりと。料理はできないです。料理はできないです。はい、スターになりたい。スターにはなりたい。自己顕示欲は強い。強い。料理はできない。なるほどね。3秒揃っておりますけれども、はい、やってみようと思ったことはあります。あります。それこそ、うん、あのできないというよりも、あの何もレシピとかを見ないで作ることはできないんですよ。うんうん、なるほど。だから、あのいわゆるレトルトのものというか、うんうん、市販のこうもう入れるだけで完成するといったようなものはできますよ。スパゲッティとかね、はい、そういったものはできますけど、うん、なかなかこう僕これ得意料理だから食べるみたいなスタンスではいられないですね。うん、お家は今一人暮らしですか。はい、そうです。じゃあどうしてんの。外食になりますね。一切自炊せずしないですね。あら、まあ、した方が面白いのに。スムージーとか作りますね。おしゃれ。はい、朝スムージーとか。朝スムージー、はい、ぶっこんでグワって回してるだけじゃんそれ。そうですね。料理ではないですよ、ね、料理ではないですね。はい、男性で料理ができる人が多分私の世代よりはずっとハセンさんの世代の方が多いと思うんですけど。ああ、そうですかね。料理するっていう子いる周りにですか。うん、一人暮らししてて。いや、料理、ああ、いるな、いる、いますね。うんうんうん、みんな何作ってんだろう。でも結局パスタとかだと思います。あ、うん、そんなに凝ったものはできないので、いわゆる男飯っていったような、はい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 、もう簡単に作れるようなものになってると思います、ね、じゃじゃっと炒めて、じゃじゃっと。もう逆にですね、あの私ぐらいの年になると男性がですね、やっぱり外食がもう胃にもたれるとか辛いとかっていうことで、あの皆さん自分で作り出すんですよ。あ、結構ね、自炊をしだす人が多いですね。まあ、時間ができてきたりすることもあるんだと思うんですけど、はい、どんな料理を作ったら、女の子に受けがいいか、うんうん、これは女の子の好みにもよるんですよね。だから自分が美味しいと思うものをまず作って作れるようになった方がいいかなと思うんだけど。それは間違いないですね。うん、なんかその例えばね、アボカドと小エビのなんとかサラダとかっていうのが、うんうんうん、を作ったら女の子が喜ぶだろうと思ってやった時に、呼んだ女がめんどくさくて、うわいるよね、女に声を出しときゃ喜ぶと思う男みたいになっちゃうと逆効果なので。でもね、男の人料理できるの最高ですよね。かっこいいですよね。うん、てか助かる。うん、憧れます。僕もあのね、料理できるのいいですよ。やっぱりそれを別に男だから女だからとかじゃなくて、どっちかが料理できるっていうのは本当にね最高なんで、ハンカチ世代の秘密兵器さんもハセンさんも、はい、何か得意料理を一個作ってみてばいいと、いかがですか。わかりました。何が好き。そばが好きですね。茹でるだけ。茹でるだけ。シンプルなんですよね。あの、うん、お父様の国の郷土料理とかって。 ありますよ。それこそイラクの、うん、あの、ま、アラビア料理というか、うん、あるんですけど、うん、確かにね、もうそれできたらかっこいいですね。それだよ。それですね。オリジナリティってことで考えたらそれだよ。いいですね。あの、あるんですよ。マルゲっていう、ちょっとこう、トマトベースのカレーみたいな、向こうの伝統料理みたいな。僕の得意料理マルゲだからって。いいよ。いいですね。しかもトマトベースのカレーみたいなのって日本人好きそうじゃないですか。そうですよね。落ちる。これで女落ちる。来たわ。エプロン似合う男になりたいです。そう。ハンカチ世代の秘密兵器さんも、うん、もしハセンさんとユニゾンしたかったら、うん、マルゲ、グーグルしてみてください。マルゲ作ってみてください。お願いします。お送りしたのはオリビア・ニュートン・ジョン、フィジカルでした。この後は違った角度でレッツソーダンス、働く女性の井戸端会議室、お悩みガールズ白書です。ジェンス相談は踊る。ジェンス相談は踊る。週末お悩み解消系ラジオ、ジェンス相談は踊る。ジェーン・スーさんと TBS アナウンサー国山ハセンでお送りしている相談は踊る。はい、皆さんからの悩み相談に答え続ける当番組。この時間はちょっと趣向を変えて世の女性たちのお悩みを掘り下げます。
その名もお悩みガールズ白書。女性たちは今一体どんなことに悩んでいるのか、女性の悩みを知れば男性だってモテるかもしれないよ。ここからは働く女性の総合サイトマイナビウーマンのアンケートを逆らにあれこれ語らう井戸端会議室コーナーでございます。はい、さて今宵紹介する女性たちのお悩みはこちらです。職場の男性社員にバレンタインチョコを渡すかどうかでいつも悩みます。義理チョコでももらえれば男性は嬉しいと思うものなのでしょうか、逆にお返しに困ると思っているのでしょうか。なるほどね、これ義理チョコ問題、会社だとなかなかね、うん、根深いですよね、はい、いろいろルールもありますし、ありますけども、どういう結果になってるんでしょうか。はい、ではこのお悩みに対するアンケート結果をまとめてあります。どんな回答になるのでしょうか。発表は TBS 林美奈穂アナウンサーからです。どうぞ。はーい、日本の悩める女性たちをリサーチするお悩みガールズ白書。今回マイネビューマン編集部では22歳から39歳の働く男性たちにこんなアンケート調査をしました。職場の女性からバレンタインのチョコをもらった時、あなたはどう思いますか。この質問に対して嬉しいと答えた男性は 49.1%、 嬉しくないと答えた男性は 50.9%。おっと、嬉しいと嬉しくないが拮抗した結果となりました。それではまずチョコをもらって嬉しいという男性の声。東京都35歳、男性。ギリチョコでも少なくとも頭数に入れてもらってるだけで満足です。そこまで卑屈に並んでも。続いてチョコをもらっても嬉しくないという声です。富山県32歳、男性。本命以外はいらない、お返しが面倒。あげる方だって面倒なんだよ。あ、失礼。さてあなたはこの問題についてどう思いますか。ちなみに林美奈穂的にはバレンタインデーに配ってるもんはチョコやない。あれはチョコの形をした木、つまり気配りや。わいはサルや。以上、ギリチョコいらないならあーげないプンプン、林美奈穂でした。それではスタジオのスーさん、後輩の派遣をいっちょもんだってよ。はい、あのプロゴルファーがちょっと憑依してましたけどね、途中ね、はい、さあというわけでハッピーバレンタインチョコレートでございます。どうぞ。あ、私にですか。そうですよ。ありがとうございます。バレンタインの日に来るなんていい度胸してるやないの。いや、運命だと思ってます。本当にありがとうございます。ハセン君、はい、今日チョコレート何個いただいてます。あ、本日ですね、はい、あの王様のブランチに出演していましたので、うん、出演者の方々から、はい、スタッフの方々から、はい、たくさんもらいました。もらいました、はい、たくさんもらいました、はい。嬉しくないっていう方がちょっと多いという異常な結果、ね、異常じゃないですね。嬉しくないとは思わないですけどね。まあでもね、あのついにこの時が来たかって感じしますよ。なるほど。結局ね、はい、チョコレートをあげるっていう事態が、うん、おかしくなってきてるわけじゃないですか。だんだんその義理だの友だのなんだのって言って、はい、で職場の男性にあげるのもさっきの気配りの木って言ってたけども、うん、林美奈穂が、うん、気配り にしてはちょっと強制力が強かったりとか、なんとなくあげなきゃいけないみたいな、あげる方も渋々、うん、もらう方もありがとうって言ってお返しなきゃいけないみたいな、うん、この制度をやっぱそろそろ国で取り締まる時期が来たんじゃないかな。私も賛成ですね。はい、うん、そう思います。本命だけでいいよね、うん、これだってさ、職場の女性からもらうバレンタインチョコにまつわるエピソードっていうのあるんですけど、はい、30歳兵庫県の方。毎年かの女性が配ってくれるがしょぼすぎてお返しをしたくなくなる。100円チョコとかなんでしょうね、多分ね。うん、そうですね。そして27歳兵庫県の方。バレンタインにチョコをもらったのでお返しを用意したらホワイトデー当日にこんな安物信じられないと罵られた。33歳京都。チロルチョコを皆に配ってホワイトデーに良いものをもらおうとしている。エビで鯛を釣る作戦をしている。なるほどね。うーん、失礼。まあな、まあまあ、あの身に覚えがないとは言わないですよ、うん、でもこれね、やっぱりこっちもこっちで結構な出費なんですよ。そうですよね。それはそうですよね。たくさんの人にあげるってなでさ、まあその職場でバラバラっと配ってだったらいいけど、はい、とはいえお世話になった人だからちゃんとあげたいじゃないですか、うん、みたいなこと言うと
2万3万というかピュッと飛んでっちゃうわけですよ、はい、で結構そんな人一人に高いのあげてないんだよ。でやっぱ数を考えると、うん、で男性は男性でね、下手したら3倍返しみたいなこと言うのもいるわけで、はい、お返しってどうやって選んでます？お返しはもう素直に自分がここは美味しいだろうなっていうお店で買ってお返ししますね。あ、じゃあ結構自分でちゃんと選んで。選びます、選びます。ザザッと適当に買ってとかではなく。ではないですね。おお。しっかりと考えます。3月もう期待してるよ。おいでよ、ゲスト。じゃあぜひ。ぜひぜひ、はい、お願いします。来てください。はい、まあね、あの30です。40何パーセントだ ?49 ぐらいが、49% 嬉しい。50%、まあ、勝ってますけど、嬉しくないの方が多いんですよ。まさに今私たちはね、この割れ目を見たって感じですよ。そうです、ね。ここが今、ホワイトデーお返しめんどくさいからギリチョコなんていらないぜの方が多勢になる瞬間、うん、なるほど。だって今までそうは言われてなかったじゃん、はい、今のハセン君みたいに、はい、いやいや一応ねいただけるんだったら嬉しいですよ、うん、みたいなこと言ってたけど、はい、やっぱ無記名で調査するとこうなんですよ。結局こうなるんですかね、うん、でも世代によっても違いますよね。やっぱり社会人だからこういう意見なんですよね。あ、そっか。とその学生だと単純に嬉しいと思います。ああ、確かに、うん、ギリチョコでもあんまりもらわないんじゃないですかね。友チョコみたいのって男女間でもやるのかな。男女間ではやらないんじゃないですか。ギリだよみたいなクラスの仲良い子に配ったりとかっていうのはあるよね。あると思うんですけど、うん、しかしまあ、 あの残酷なシステムですよねこれ、はい。あの学生の時は特にクラスのちょっと仲いい子にはあげるけど本命とは違うチョコみたいな、うんうん、なんじゃそりゃっていう。何なんでしょうねあれ。男性陣はね、うん、なかなか茨の道を歩いてますけれども、はい、あの僕でも先日、はい、女性とデートしたんですよ。おお。そこで、はい、チョコもらったんですよ。おなんか嬉しかったんですよね。リアルに。おう、なんでなんで、なんていうんですかね、この職場今日とかもたくさんもらったわけですよね、うんうん、それはまあ儀式といえば儀式じゃないですか、うんうん、そうだね。でもリアルにこうプライベートで会った時にチョコもらうと、はい、うん、思ってたより嬉しいんですよ。テンション上がった。上がったんですよね。付き合ってる子じゃないの。じゃないんですよ。浮気。いや、ではない、ではないんですけど、単純なデート。不倫、不倫。ではない、ではない。でも、単純なデートで、チョコをもらうということが、自分が思っていたより嬉しくて、その瞬間に確かに告白とかされたら、揺らぐなっていう、思ったんですよ。思っちゃうぐらい。だから、結局、いや、なんだかんだ別にもらわなくてもいいよ、とか言いつつも、そうやってプライベートでこうもらったら嬉しいっていうことは、うん、もらう場とか環境によって、そうだね、男性陣のそのメンタルは変化してくるっていうか。確かに。このアンケートはね、やっぱり職場の女性からのバレンタインチョコっていうと、うん、はい、結局は義理でみんなで配って10杯一からげでめんどくさいやつでしょっていうことになるから、はい、やっぱ本命だったらいいよっていう話なんですかね。そうなんですかね、うん、まあね、チョコレート業界の陰謀ですけれども、はい、いつまで驚かされることやら。そうですね、はい、はい、ということで以上働く女性の井戸端会議室お悩みガールズ白書でした。でした。お送りしたのはパフュームチョコレートディスコでした。チェーンス相談は踊る週末お悩み解消系ラジオチェーンス相談は踊る。ではこの時間は番組に届いたメッセージご紹介します。お願いします。はい、ラジオネームちえこさん、はい、46歳女性の方ですね。冒頭のスーさんの相談についてです、はい、こんばんは。言葉遣いをどこで習得するかという問題ですが、うん、言葉遣いのお手本となる人の出る番組を見て参考にしています、はい、私の場合は三輪明宏さんです。今8歳の息子を育てていますが、子育てにもとても参考になります、うん、昔は中学生以上になると男子も私というように家庭でしつけていたらしいので、はい、私もそうしようと思っています。そして中学生になったら息子をさん付けで呼びますよと今から息子に言っています。まあハセンさん、はい、いかがですか丁寧な言葉に関しては。これはですね、アナウンサーとしても非常に共感しています。やはり番組で学ぶというのがありますね、はい、どうやって
正しい日本語、丁寧な日本語を勉強するんですか、アナウンサーの方は。アナウンサーは基本的には研修で学ぶというスタイルですかね。はい、それ以外は自分で。そうですね。誰かお手本にしてる美しい話し手さんいらっしゃいます？ああ、私はですね、はい、TBS アナウンサー部に長峰さんという、長峰アナウンサーという方、はい、女性いらっしゃいますね。非常に参考にしているんですけども、そうなんだ。はい、その方のこう、普段日常生活の中での言葉遣いっていうのは綺麗だなっていうのをあの思いますね。やっぱり後輩としても、やっぱりね、常日頃いつも綺麗な言葉でいる必要はないのかもしれない、TPO はあるかもしれないけど、ちゃんと喋れる人は気持ちいいですよね。やっぱり素敵だなって思いますね。見習いたいです。ありがとうございます、はい、千恵子さん。はい、続いて、はい、ツイッターです。ゆたかさん、スーさん、近くに教材があるよ。堀井美香さんのアナウンスや朗読の録音をたくさん聞けば、それなりに美しい日本語は覚えられそうだけど。それだ、堀井さん友達だから東大元暮らしだったですね。 いつもひどい言葉でしかお互い喋ってないから罵り合ってないから忘れてたけど、あの人アナウンサーだった、忘れてた、じゃあ堀井さんの朗読の録音、そうですね、なんかやっぱり丁寧語のと謙譲語尊敬語の録音とか、ジャパネット作って売ってくんないかな通販で、通販で、通販で、そう、日本語のちゃんとした日本語が覚えられるんですって。もう社長いなくなっちゃうはい、続いて晩作月田さん、31歳男性の方。ありがとうございます。スーさん、こんにちは。こんにちは。ラジナン最高に盛り上がりましたね。ありがとうございます。聞いててめちゃくちゃ楽しかったです。嬉しいです。さて、日本語についてですけど、外国人の友達に日本語を教えたらどうですか。基本に立ち返るということで、人に教えると意外に上達するかも、私は外国人と仕事をしているんですが、やはり教えていると自分の日本語を普段から意識するようになるので、私自身以前より綺麗な日本語になっている気がします。あら素敵。外国人の方と仕事をしているからこそ綺麗な日本語、これね、私過去に1回やってましてですね、留学してた時に、周りの友達のアメリカ人にですね、日本語教えてくれって言われて、汚い言葉ばっかり教えまして、最終的に私が帰る頃には、うるせえお前バカ黙れとか言ってこうアメリカ人同士が罵り合ってるっていう環境なしだったんです。ここでも私のお里が知れてしまうんですけどまあでもね、綺麗な日本語を教える、お父様に日本語を、教えないですね。全然話す気なしって感じですか。父は結局流暢に話す気はないんですよ。やっぱり英語で僕と話そうとするので。あ、そっかそっかそっか。日本語を上達する気がないと思いますね。でも中東の方ってすごく日本語上手じゃないですか。そういう人もいるんですけどね、父はどうしてなんだろう、どうして日本語を上達する気がないんだろうって幼い頃から思ってます。思ってます、ちょっとその辺を今度聞いてみてください。はい、わかりました。続いて、はい、うどん屋さん男性の方です。正しい日本語を学びたいなら、いい人がいるじゃないですか。スーさんが大好きなあの人ですよ。荒川京慶デイキャッチ、東京ポッド許可局でおなじみの、サンキュー達夫さんがいるじゃないですか。彼は芸人の傍ら、大学で非常勤講師として外国人留学生に日本語を指導している立派な学者さんですよ。ぜひ TBS 内のコネクションを利用して達夫さんを紹介してもらってくださいと。なるほど、ね、少し暴力が発生しそうで怖いですね教わっている間に少し暴力が発生しそうな気がして申し訳ないんですけども、達夫さん、これ聞いていらっしゃったら、丁寧な日本語おし、丁寧な日本語を勉強するのにいい教材があったら教えてください人から学ぶといったことですかね。皆さん、ありがとうございます、ありがとうございました。 TBS アナウンサー国山派遣からの相談です。自分をどうプロデュースすればいいのか迷っています。2月14日土曜日午後8時を過ぎました。週末お悩み解消系ラジオ、ジェーンスー相談は踊る。お送りしているのは作詞家コロムニスト生粋の日本人ジェーンスーと、週替わりの代行 MC TBS アナウンサー国山ハセンです。皆様からの相談を次々と受け止めていく当番組ですが、相談、感想、ツッコミなどメッセージは番組のメールアドレス sd@tbs.co.jp までお送りください。メッセージを紹介させていただいたすべての方に、ステレオテニスさんデザインの番組特製ステッカーをお送りします、はい、今日から素材やデザインがリニューアルされているので、一度もらったという方もまたメッセージを送ってください。メッセージにはラジオネームとともに住所、お名前をお忘れなく、はい、では8時台最初は私国山線からの相談、自分をどうプロデュースすればいいのか迷っていますというものです、はい、実はですね、
私4月から入社もう3年目になると。3年目というのは勝負の年だというのを、うん、もうかれこれ内定者の頃から言われてきた、設定してたんですよね、自分の中で、うん、自分の中で設定してたの、はい、それでどうプロデュースすればいいのかというのは、うん、まあどうなんていうんですかね、こうキャラクターを、うん、出していったらいいのかっていう部分なんですけど、うん、ラジオ今この僕の喋りとかは、はい、おそらくありのままの僕なんですよ。なるほど。それでテレビでこれをやるのはちょっと違うかなっていうものもあって、うん、そうですね、はい、アナウンサーはそのもちろんニュースをしっかり読んで情報を伝えるっていう役割でいいとは思っているんですけど、はい、今後そのやっぱりせっかくアナウンサーとしてやっていくからには、うん、まあ、その野心もありますから、はい、体制したいと、うん、影響力のあるアナウンサーになりたいという夢があります、うん、そのためにどうこう自分というものを出していってそこの夢を実現していけばいいのかっていうのを、うん、迷っているというかどう進んでいけばいいのかっていうのを相談したかったんですよね。なるほど。ちなみに、はい、どんなキャラクターっていうのがあるの世の中には、アナウンサーの人は。キャラクターですか、うん、例えばほら、まあ、じゃあまずジャンルからいこうか、はい、スポーツ、うん、バラエティ、はい、報道、報道、はい、あります。大体その3つですか。大きく分けるとその3つですね。3つ、はい、でその中でも、まあ、おとぼけキャラだったりとか、うん、熱血キャラとか、うん、いろいろあると思うんですけど、はい、スポーツ、報道、バラエティどこがいいんですか、うん、私は、はい、情報バラエティという、情報バラエティです。はい、タレントかではないですそうで、これタレントかっていうことになってしまうじゃないですか、うんうん、そうだね、アナウンサーはタレントではないんです。ないです。そこはもう分かっています。はい、でもそこなんですよね。だからどこですか、そのタレントではないんだけど けどもこうアナウンサーとしてどう進んでいくべきなのかなっていうのをいつもこう考えているんですけど、はい、何が、まあ、正解とかないと思うんですよね、うん、でも自分としては、うん、その情報バラエティ番組の中で、うん、キャラクターをこういうキャラクターを出していって、うん、それこそ30代の頃には、はい、自分がこう番組の MC ができるような、うん、そんなアナウンサーになりたいと思っているんです。ちなみに、はい、男性アナウンサーで、はい、一番人気って誰だと思います。これがですね、安住さんが、うん、もう好きな男性アナウンサーランキングでは殿堂入りしてるんですよね。そうですね、うん、だからここはもう何ていうんですか、見本というかもう、うん、もはや神レベルというか。安住さんはなんで人気あるんだろう。そこですよね、うん、安住さんはでもきっとすごく考えているんだと思うんですよね、自分の見え方とか、うん、そのどう回すとか、まあ、安住さんがどう自分のことを考えてるかよりも、うん、世間の人は安住さんをどう見てると思う。安定感がある、うん、落ち着きがあるっていう、そういう見方だと思うんですよ。あとは、ああそうですか、まあ、あとはもちろん教養があるですとか、うん、うん、ちょっとこう親近感があるとか、うん、そういう部分ですかね、うんうん、あとなんかこう安住さんが人気な理由っていうのを掘っていくとちょっと自分がどこを目指せばいいのかっていうのが分かってくるような気もするんですけど。というのも、はい、安住さんって私面識もないですし、はい、お話もしたこともないですし、はい、全く存じ上げない、うん、方で申し訳ないんですけれども、はい、多分あの人がニュースを読んでも、まあ、番組やってらっしゃるじゃないですか、はい、あのニュースバラエティみたいなものもありますけど、ニュースを読んでても安定感はさっきあるでしょ、うん、でバラエティで喋ってても安定感はあるし、うん、どこ行ってもスーツですよね、うんうん、基本。確かに何かこう面白い格好をしたりとかもしないですよね。あんまりしないですね。で喋ってる言葉が聞き取りづらいとかもないですよね、はい、説明も基本的に分かりやすい、うん、ラジオでもテレビでも、はい、だからやっぱりど真ん中の王道のアナウンサーに期待されてることっていう 120% 以上答えた上でのフリンジっていうところでちょっと遊びがあったりすると面白いっていう、そうですよね、ことなんじゃないんですか、はい、ですからその丁寧さっていうのは忘れてはいけないとは思ってるんですよ、うんうん、羽鳥さんもそうじゃん。だって、うん、羽鳥さんも面白いけど基本的にはスーツのイメージでニュースを喋ってもバラエティで喋っても不安がない、うんうん、そういう部分ですか、うん、でもちょっと相談したいんですけどずっと相談してるつもりで、ね、はい、相談してるんですけどその安住さんとか羽鳥さんとか、うん、そういう人を模倣するというか、うん、真似する盗むっていうことをちょっと、うん、
嫌がってる自分もいるんですよね。なるほどね、うん、あそこまでのレベルの人からこう安易に僕は彼を尊敬していて彼から盗みたいみたいなことはしたくないっていう自分もいるんですよ、うん、なるほど、はい、ハセン君これいいお話をおばちゃんがしてあげよう。お願いします。私が昔、はい、中学ぐらいかな、あの授業でテニスかなんかをやったんだよね、はい、あのちょっとだけ、はい、あの学校の授業で、はい、その時にすごい格好つけてパーンパーンってうまく打てる子がいて、誰かの真似をしてたのよ、はい、その時プロのすごくうまい、テニスプレーヤー、うん、で私たちはそれを揶揄して、うん、あいつ誰々の真似してるみたいなこと言ってこう、うん、キャッキャウフフで言って、格好つけてみたいなこと言ってたんですけど、先生にピシャッと上手い人の真似ができるってことはその技術が少なくともあるっていうことなんですよ、まずはそこからなんですよって言われて、あ、確かに私はあのモノマネできないわ、なぜなら技術がないからと、うん、いうことで、なるほどねと思ったんだけども、自分をどうプロデュースしていくかっていうところに気持ちが先走ってしまうと、多分タレントさんの方が使い勝手がいい存在になっちゃうと思うんだよね、うん、でタレントになった方がいいと思うんだよね、うん、その方が給料も高いし、うん、給料っていうか、まあ、あのギャラもね、だけど、うん、まあアナウンサーとしてこの会社に入って取ってもらって経験を積んでるんであれば、やっぱり基本の木がどれだけきちんとできてるかっていうところで人は見てる気がするんですよね。確かにそこは間違いないですね、うん、アナウンサーの人に関して言えば、うんうんうん、そうですね、うん、で男性でそのまあ分かんないよ、でも、うん、あの時代によって変わりますからね、うんうん、それこそ古舘さんとかジャストミートの福澤さんとかの時はやっぱこう熱血系のペラ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 と自分の言葉でこう縦板に水のごとく喋れる人たちっていうのが人気があったわけです。その前の久米さんなんかはやっぱりアナウンサーと思えないぐらい軽妙なところがあるねって、だから時代とリンクしていくんだと思うんですけど、まあでもやっぱ基本をしっかりやっておいて損は絶対にしないんじゃないかな。そうですね、自分をどっちの方向に行くのかっていうのは今あんまり考えることじゃないかもしれない。在京の、どの曲の男性アナウンサーよりもハセンが一番ちゃんと読める、はは一番伝えられるってなったら3年目、うん、超かっこいいと思うけどね。なるほど。他の3年目、まあ、5年目ぐらいまで見ても栗山ハセンが一番的確な解説ができて、うん、ニュースを読んでも聞きやすいとかっていうのが、うん、あってからじゃないかなとちょっと思ったりしますけどね。そうですよね、うん、基本に忠実にまず丁寧に伝えていくっていうことは大事ですよね。なんでかっていうと、うん、そういうところを真似したくない俺とか、うん、大きなことを考えてる俺っていう方が、うん、興奮してアドレナリンが出て楽しいのよ。確かに実際そうなってるかどうかっていうことで、そこに向けて努力をしてるとかでは全然なくて、うん、でかいこと言ってる方が楽しいんだよ ね、 そうね。俺は普通のやつらとは違うよ、ビッグになるよとか、うん、私は自分の道を進むのとかって言ってる時点で自分でちょっとどっかポーっとしてるところがあって、ちょっとしたちょっこうね、自分自身を慰めてるようなところがあるんですよね。それでそれを足取られちゃうと何も結局やってないみたいなことになりかねんので、肩なしになりますね。そう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 、肩破りである。そう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 、基本ができてない、はい、まず肩ができてからってよく言うじゃないですか、はい、そう、あの大きいこと言ってて気が大きくなってるんで気になるのは本当に気をつけた方がいいと思いますよ。そうですね、うん、じゃあ型をしっかりと作ってからこういうことを考えろと、そうそうそう、うん、だと思う。まあよくある答えになっちゃって申し訳ないんだけど、残念ながらねそれが正解な気がするんだよね。結局やっぱそうなりますかね。3年目とにかくアホみたいに発声とかをやって、うん、あいつちょっと頭一つ飛び抜けてるなっていう。わかりました。ちょっとそれもかっこいいじゃないの。3年目型を作ります。かき食う客は型を作ります。なんだこれラジオネームイサムチさんからメール、嘘、ツイッターメールだ、イサムチさんメールいただいております。はい、スヨさん、ハセン君こんばんは。こんばんは。ハセン君の自分のプロデュースの仕方がわからないっていう悩みですが、ハセンはハセンのまま少しおバカでまっすぐの直球しか投げられないままでいいじゃないですか。はい、今のままのハセンで成長していけば日本一のアナウンサーになりますよ。応援しています。わあ嬉しい。ありがたいですね。ありがたい。イサムチさんはあのトップ5でもよくメッセージをくださるんですよ、はい、ありがたい、はい、こういうファンの人がねいてこその商売ですから。そうですね、なんか改めて、うん、ちゃんと一歩一歩一生懸命頑張っていくんだっていう気持ちになりました。なんか政治家になりそうだね。なんかもうはい、うん、変なことは考えません。と
都議とかないですよ都の議員一生懸命頑張ります頑張ってください、はい、そしてお送りしたのはマーク・ロンソンフィーチャリングブルーノ・マーズアップタウン・ファンクでした。この後は引き続きリスナーからの相談です。はい、TBS ラジオキーステーションにお送りしているジェーンスー相談は踊る、続いての相談です。お願いします。ラジオネーム藤袋玉太郎さん、すごい37歳女性の方です。はい、ありがとうございます。スーさん、国山さん、こんばんは。こんばんは。先週美声すぎるという男性の相談がございまして。ありましたね。ならば私の悩みも相談したいなと勇気を出して筆を取りました。はい。私はとにかく声のコンプレックスがすごいです。あれ一緒。低く鼻にかかった声が原因でかなりの高確率で電話口で男性に間違われます。うん。録音した自分の声を聞いてみると明らかにおっさんですので、こりゃ仕方ないなとは思っています。女友達に電話すると電話口から漏れる私の声を聞いたその子の彼氏が今男と電話してただろうと喧嘩になったり、はい、一人暮らしする際に問い合わせをしたレディースマンションはこちら女性専用なんですと電話口でお断りされたりと、切ない。男に間違われエピソードはつきません、うん、結婚してからは公共系の業務電話などは9割方夫に間違われますし、うん、息子の保育園に連絡してお迎えに行くと先ほどお父様からご連絡いただきましたと言われることもたびたびありました。電話相手が明らかに男性と間違っていると分かっていても女性です、嫁ですと主張した際に流れる気まずい空気がめんどくさく、うん、最近ではあえて主人のふりをしたまま電話を終えることも少なくありません。なるほど。そして先日恐れていた事態が起こりました。保育園に通う長男のクラスメイトが私のことをおじさんと言い出したんです見た目は女性に見えるはずなのですが、子供ながらにこの声を何かおかしいと思っているのか、子供の率直な感想に怯える毎日です。ニューハーフ以上に低い声の暴走をどうコントロールしていいのか分からず、かといってオール裏声で過ごすわけにもいかず、一生付き合っていくべき声をどう扱えばいいのか本当に悩んでおります、うん、良きアドバイスをお願いいたしますということで、はい、はい、声が低すぎて男に間違えられることが多すぎると、うん、長男のお友達、ね、ついにおじさんと呼ばれてしまった、はい、おじさんと呼ばれてしまった。いやー、どんな声か聞きたくてしょうがないですね、はい、これね。ということでこの方と電話がつながっております、はい、こんばんは。あ、こんばんは。こんばんは。あ、まあ、あ、こんばんは。でもそんなに、あ、そうですかね、はい、そうですね、そこまでな感じはしないですけど、ちょっと自己紹介的なことをじゃあしていただけますか。あ、辻袋玉太郎です。36歳女性です。はい、まあ、少し 太いっていうことなんですかね、声がなんかこもってるってよく言われるんですよ、うんうんうん、で、なんかまあ例えられるなら南海キャンディーズしずちゃんみたいとか言われるんですけど。あー、確かに。そうです、ね、で、なんかそのかすれてたりしたらちょっと女性的な感じするんですけど、うん、なんかこもってるんで、それでなんかちょっと結構おっさんに間違われることが多くて、うん、あ、いつからですか？昔から？もう昔から低くて、うんうん、で、私関西出身なんで、はい、結構なんか親とかはもう子供の時からこう私を低い声ネタにしてなんかモノマネさせたりとかさせられてて、で、なんかこのコンプレックスがやっぱりなんかちょっと子供に迷惑かかると嫌だなと思って、うん、最近ちょっと悩み始めたっていうか。私もそう、声が比較的低くて、はい、友達に電話すると彼氏が出て、誰だ今の男はって言って喧嘩になってんのを電話のこっち側で冷たい心で聞いているみたいなことは何度かありましたけどね。あ、そうなんですか。はい、あ、同じですよね。結構傷つきますよね。そうですね。で、なんかやっぱり、業務電話とかで、はい、なんか自分でこう、ご本人様ですかって聞かれることがすごい多くて、あ、で、その本人ですって言った後に、すごいこう相手の方が申し訳なさそうにするのが、うんうんうん、なんかこちらもちょっと申し訳なくなるっていうか、気まずい空気が流れてしまうなっていう。まあ、筋袋玉太郎っていうラジオネームつけてるところでね、まあ、なかなか女性ですか男性ですかっていうのも、聞きづらい話では、ラジオの場合はあると思うんですけど、これ、高い声、はい、裏声じゃなくて高い声って出ます？裏声。そう、今ぐらいの感じ。で、ちょっと高かったですよね。そうですね。ちょっと、
そうですね、はい、あ、これぐらいですかね。アナウンサーとして発声を教えてあげてくださいよ。発声ですか。はい、どうやったら高く通る声が。ああ、もうだからお腹から声を出すと多少高くはなると思うんですよね。だからだ、どうでしょうね、発声練習とかしてみます。ああ、こう、あ、え、い、う、え、お、あ、おとか言ってみると高くなりますよ多分。どうぞ。あ、え、い、う、え、お、あ、お。高い。高いじゃないですか。あ、すごいよ、うんうん、あ、違いますかやっぱり。違う、今違うの。いきなり生まれ変わった。発声練習で変わった。じゃあみんなでやろう、せーの。あ、え、い、う、え、お、あ、お。じゃあ、あの、自己紹介お願いします。あ、辻袋玉太郎です。もうちょっと高いよ、さっきよりは。ちょっと高くない。ほんのちょっとですけど。そうですよね。うん。多少変わりましたよ、やっぱり。あの、やっぱりちょっと人と喋んないとダメですかね。口のあたりでもごもごってなっちゃってるのかもしれない、うん、そういうのもあるかもしれませんよ。ちょっと、ハセンさん、ここはやっぱり、こんなチャンスなかなかないんだから、はい、ガン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 こう、うん、教えてあげてくださいよ、アナウンサーの極意を。あとはですね、あの、はい、本当に、一音一音はっきり出すっていうのが大事なので、はい。こう、もごもご話したらいけないんですよ。なるほど。はい。だから、トレーニングとしては、やっぱりこう、あいうえお、いうえおは、うえおあい、えおあゆ、おあゆえって、こうね、言ってみるっていうの大事ですから。さあ、やってみましょう。やってみましょう。あいうえお。いうえおは。いうえおは。はい。うえおあい。うえお。うえおあい。えおあゆ。えおあゆ。おあゆえ。おあゆえ。はあ、上がってますよ。少し声高くなってると思いますよ。高くなってます。はい。なってるなってる。なってますよ。もう自信を持って、やっぱり自分の声に自信、僕もコンプレックスだったんですよ、声が。ハスキーだねとか言われたんで。ですから、はい、ま、あとは練習としては早口言葉なんかもありますよね。うん、やってみましょう。やってみましょうか。ハセイさんお願いします。もう典型的なやつでいきますね。はい。生麦、生米、生卵。生麦、生米、生卵。あ、もう一回やってみましょうか、じゃあ。生麦、生米、生卵。生麦、生米、生卵。いいんです、いいんです。こうやって繰り返していくことによって、どん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 良くなりますから。玉袋、間違えた。筋袋玉太郎です。筋袋玉太郎です。あ、いいですよ、いいですよ。明るくなってきたよ。明るく言うんですよね。やっぱ元気に。筋袋玉太郎ですみたいな感じで。行ってみましょう。筋袋玉太郎です。女の声だ、すごい。いいですよ。これ、声の問題じゃなくて発声の問題だったんだ。そうです、そうです。声は素晴らしいものがあると思うので、はい、もう元からあるの、はい、もう自信を持って自分の声は決してそんなにコンプレックスに思うものじゃないという自信を持って話すことによって、うんうんうん、声も明るくこうよく聞こえてくると思いますよ。はい。あ、わかりました、はい、あの、私もラジオを始めた最初の頃は本当に自分の声がもごもごしててベラベラ喋る割に低くて本当に嫌だったんですけど、はい、例えばオープニングを少し明るめに力を強くというかはっきり言うことによって聞こえ方が違うんだなっていうのも分かってきたので。ああ、なるほど。喋り方の練習じゃないですかね、うん、ちょっと自分の声を録音したりとか、はい、で聞くのもいいかもわからないですね。どんどんまた低くなってきた。自分の声を、うん、あ、自分の声を録音して聞いてみるのもいいかもしれないですね、はい、うん、うんうん、もういいですよ。そんなに低いなって思わないですもん。で最後にもう一度自己紹介をぜひよろしくお願いします。あ、筋袋玉太郎37歳女性です。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。相談は踊る。それいけ、お悩み時空パトロール。お悩み時空パトロール、それは古い新聞の人生相談コーナーや海外で見つけた悩み相談に勝手に首を突っ込んでは回答して回る超おせっかいな相談時空警察である。古今東西相談求めて今夜も時空をパトロール。それでは時空を超えた悩み相談とその回答を楽しんでいただきましょう。今宵は中国国内のヤフー知恵袋的 Q&A サイトバイドゥチータオより中国江蘇省出身の女性からの相談です。彼氏は江蘇省の人間で私は新疆ウイグル自治区出身なので標準語の中国語しか喋れません。彼は私と一緒にいるときは標準語で話しますが家族と話すとすぐに方言を使うので私には聞き取れなくなってしまいます。
彼の家でご家族と食事をご馳走してくれる際には方言でトークして大変に盛り上がっているのですが、私には一言も聞き取れないのです。私が彼に尋ねてようやく大まかな内容を説明してくれますが、その場で私は一人でボケーっと座っているだけでアホみたいです。みんな標準語を話せるし、私は方言をわからない。それなのに方言で会話するのは私のことを尊重していると言えるでしょうか。中国に住んでいるのにまるで外国にいるみたいです。周りの人の言葉が本当にわからない。ここは街の中心部で外で商売している人たちはみんな方言を使います。私は将来ここで暮らそうと思っているのですが、彼らの言葉が一言もわからないのはこの先を思いやられます。はい、はい、ということで中国の方なんですけれども、うん、同じ中国なんだけれども、はい、江蘇省と新疆ウイグル自治区では喋る言葉が全然違うと。うん、そうなんですね。彼が方言で喋っているのが何を言ってるかわからない、うん、日本だとまあ何を言ってるかわからないぐらいのレベルになるとどうですかね。やっぱり青森弁とかね、よく、あ、そうですね、沖縄とかの言いますよね。方言ですとわからないことはありますよね。でもその私を尊重してないんじゃないでしょうかっていう気持ちもわかるけど、うん、家族でみんなで集まって、うん、わーって喋ってる時にね、うん、なかなかね難しいですよね。そうです、話してしまう気持ちもわかりますよね、うんうん、さっきからねそのハセンさん の、はい、あのお家の話をしてるんですけど、はい、お父様、お母様、ハセンさん、はい、そしてお兄さん、お姉さん、お姉さんと、はい、あの使える言語がやっぱり違うわけじゃないですか。ありますね。母と父はですからアラビア語ができると、はい、英語もできますよね。英語もできる。姉も実は英語ができるんです。できる、流暢にできます、はい、それはあの高校生活をイギリスで過ごしたので英語はできる、うんうんうん、ですから父と姉は流暢な英語、はい、母と父はアラビア語、私はってなるんですよね。おお、え、じゃあお父さんとコミュニケーションがあんまりうまくその言葉では取れないのはハセンさんだけなんだ、うん、そうなんですよ。実はそれすごくない？そうなんです。結構ショックですよね。ショックですよね。ですからなぜ幼い時に教えてくれなかったの、うんうん、そうよね、はい、アラビア語もしくは、うん、まあ英語、英語、英語は日常会話ぐらいはできるようになったので、うんうん、はい、だいたい今大学生の後半 3,4 年生ぐらいからは英語で父と会話できているんですけど、うんうん、でも一般的に日本人の家庭で父と話すようなコミュニケーションはできてないんですよね。ですからね、この人の気持ちも分かりますよね。分かりますよ。ですからお父さんとお母さんがアラビア語でベラ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 って喋ってたら、はいはい、ポカーンと置いてかれちゃうんだ。置いてかれてますからね、一人でも。なんとなくニュアンスはこう感じ取れるんですよ、うん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 、だからこれ面白いのが、例えば母と僕で日本語で父の悪口とか言うんですよね、はい、そうすると父もなんか感じ取るんですよ。これ俺の悪口だと。悪口言ってるだろ、うん、なんだ、どうしたんだよみたいなことをアラビア語で言ってくるんですよ、うん、そうなんだ。そうすると、いや、なんでもないよ、うんうん、いや、ちょっとあのサッカーのことでねとか言ってごまかすんで、うんうん、言語ってそのある意味なんか違う言語でもなんとなく空気感みたいなのが伝わるのかな、伝わるのかね、思いますけどね。そうか、うん、中国はだけど広いし場所によって全然喋ってる言葉が違うから大変ですね。違うんですね。こう全くわからないものなんですね。それも結構すごいよね。そうですよね、同じ中国内で、うん、これどうしたらいいですかね、この人は。いやー、でもどうなんでしょう。だから標準語の中国語では会話はできるわけですよね。できる、そうそうそう。みんな、彼らの言葉が一言もわからない場所で、うん、彼女は将来住んでいこうかなと思っているっていうところが問題ですけど、まあでも覚えんのかもね。そうですよ、そこにいたら覚えることにデメリットはないと思います、うん、そうですよね。だからやっぱりそこは郷にいれば郷に従えで、うん、そこの環境に住むんであればそこの環境、その場の言語を覚えると。まあお母さんはそうしたんだもんね。だってね、そうです、そうです。突然アラビア語を覚えて大人になってから、はい、そうですよ。いやー、じゃあこれなんていうんですか、チーターをバイドゥチーターで、うん、ベストアンサーみたいになってるのが何なのか。あ、そうですよね、ちょっと気になりますね。そうですね、わかりました。ではこの相談に対するベストアンサーをご紹介いたします。結局のところ少数派が多数派に従うべきだと思う。怖え。あなたが彼らに妥協すべきだね。家族が大勢集まって標準語を話すというのはやっぱり普通じゃないよ。まあまあね。私の母は外地の人間で江蘇省に嫁いできた。未だに方言を習得できたとは言えないけれども、街中では方言を使って会話しているよ。私はすでに25歳だけど、
今でもたまに家族で叔父の家に帰省する。母親は現地の方言で親戚と会話して、父と私はところどころ何を言っているかわからない。でも方言で話すのをやめて標準語を話せとは言えないでしょう。あなたはやっぱり江蘇省の方言を学ぶべきだよ。今後を考えると絶対にその方がいいと思う、ということです。なるほど。これね、言ってることは、うん、まあ家族が喋ってる言葉にそこに嫁ぐこともあるんだったら、うん、勉強するのはいいかもしれないよみたいな話だけど、うん、一番最初の少数派が多数派に従うべきだと思う、うん、これが怖くて今シュッと背筋が伸びましたね。怖えと思ってストレートにね、来ましたね、うん、中国、うん、なんと広東語、上海語、四川語、東北語など様々な方言なんですね。私方言って言うんです ね、 ね、だからだって全然違う言葉に聞こえたらもう方言の域を超えてると思うんですけれども、うん、それは標準語と大きな差のあるもので、中国国内なのにやっぱほぼ外国語状態と。なるほど。ちなみに本来中国で北京語と呼ばれているものは正確には北京方言なんだって。へえ、そうなんだ。じゃあ方言、そうそう、中国で一般的に共通語とされているのはプートンホアと呼ばれる標準語。プートンホア、これ本当に日本にいる中国人の人たちどうしてるんだろう。確かにそうですよね。ね、ちょっとゲストに来てほしいですけどね。まあ、それこそ何人かいないと話がなかなか繋がらないけど。でもスーさん、あれですよ、アラビア語も実は違うんですよ、はい、あ、そうなんだ。イラクとエジプトで話してるアラビア語っていうのは違って、はい、標準語、つまりアルジャジーラとかで流れているアラビア語が標準語だとすると、はいはい、イラクとかの言語っていうのはまた方言だったりするんですよ。だからこれで僕が父が話してるイラクのアラビア語を習得したからといって、はい、じゃあアルジャジーラが訳せるかって言われたら、うん、そうではないんですよ。あ、なるほど。そうなんです。だから母も苦労してます。まあ、ごめんなさい、ゲータって、まあ、アルジャジーラの放送を見てお母さんが分かるわけではないんだ。必ずしも 100% 理解はできないんですよね、うん、方言っていうと、うん、少しは分かるっていうイメージが私たちの中にあるじゃないですか。あります。日本人としては、日本人としてはありますね。そうじゃないんだね、うん、国は広いで、まあ、スペイン語とかも中南米とやっぱりスペインだと違うとか、う、ね、バスクの方だと違うとか、いろいろありますけれども、うん、はあ、まあね、語に、うん、言ったら語に従えってことなんですかね。そうですね、はい、ということで以上、相談エンターテインメントお悩み時空パトロールのコーナーでした。でした。ジェンス相談は踊る。お送りしたのは TBS ラジオ今週の推薦曲、サブマリンミッドナイトツアーガイドでした。ジェンス相談は踊る。週末お悩み解消系ラジオ、ジェンス相談は踊る。さて、ここからは番組に届いた相談もしくはメッセージをご紹介していきます。はい、お願いします。はい、ラジオネーム食パンさん、35歳女性の方です。ありがとうございます。スーさん、こんばんは。こんばんは。今年の年女、35歳の食パンと申します。はい、ファッション誌についてご意見を伺いたいです。ほう。私は10代20代の頃ファッションにあまり興味がなく、うん、30歳くらいでようやくおしゃれに目覚め、ファッション誌を買うようになりました。はい。モデルさんとは体型が違うので雑誌をまんま参考にすることはないのですが、いろいろ眺めていると自分の好みがはっきりしてくるし、ピンときた服はブランド名から通販サイトを調べて、そのブランドの雰囲気が自分に合うかどうかを見てみたりしています。はい、服を買うときは必ず試着し、似合う服だけを買っています。うん、おかげでクローゼットの中はお気に入りの服しかありません。すごい。ところが35歳になって迷いが出てきました。中年の入り口である35歳、ドンピシャリのファッション誌がないからです。ないね。幅広く30代をカバーする雑誌だと、なんだか若作りな気がするし、40代向けの雑誌は少し早いような。その上、40代になると、上質なテーマに加わるせいか、お財布に厳しいお洋服が多くなります。うん、そもそもファッション誌を参考にするのをやめるべきなのか。中年のファッション誌選び、もしくは雑誌以外に参考にできる媒体について、いい考えがあればお聞かせください。よろしくお願いします。はい、というわけでここにですね、はい、女性誌がダダダダダダとファッション誌入ってまいりました。並びましたね。クレア、私が連載もしております。うん、クレア、はい、L、プレシャス、リンネル、ドレス、ドマーニ、うん、マリソル、全然わかんないでしょこれ。このエリア、この世代はちょっと許容範囲じゃない。どうせあれだろ、JJ キャンキャンぐらいしか知らないんだろ。ビビとか。ビビとか、うん、もう赤文字おじさんなんだね。はい、おじさんじゃないか、まだ若いか。
マリソルはだいたいアラフォーですね。40代の女性が読む雑誌。ドマーニ35歳、ドレスは40アラフォー40以上ですね、はい、リンネルは、ちょっと、自然派といいますか、ナチュラル系の30代中ぐらいの女性が読む雑誌、プレシャスは一応ですね、設定が40代50代みたいになってるんですけれども、うん、まあ相当金持ってないとここに載ってる服は着れないなという感じの、なるほど、はい、高級ブランドばっかりなんですね。高級ブランドばっかりですね。あと L はまあ20代とかが読むファッションカルチャー雑誌という感じですかね。30代で読んでる人も40代で読んでる人もいると思います。はい、クレアまたちょっと違くて20代後半から30代が一番山なのかな。まあちょっとカルチャー寄りの感じの、ファッション誌というよりはまあ女性雑誌という感じなんですけど、幅広くいろんなものを扱っていると、はい、旅とかね、ありますからね。どうですかハセンさん、おしゃれ番長として、TBS のおしゃれ新番長、はい、はい、新おしゃれ番長と言われております。やっぱり30代以上の人の女性はどんな服を着たらいいんでしょうかね。でも、うん、正直な話、うん、30代の女性にはおしゃれな服を着てほしいとは思っています、うん、やっぱり自分に使える、まあわからないですよ、お金がどれぐらいあるとかそれ人それぞれだと思うんですけど、はい、せっかく目覚めたならいろんな雑誌を幅広く見て、うん、自分に合うものを選ぶといったことが大事になってくるんじゃないですか。つまらん、その回答はつまらん、もう一回だ。あ、わかった、うん、わかった、じゃあ違う回答ですね、うん、だってそれも超教科書じゃん。確かに、もうわかりました、うん、いやだからもうこの相談に関してはですよ、うん、ファッション誌を参考にしていいと思うんですよ僕は、うん、お財布に厳しいお洋服があろうがなかろうが、なかろうが欲しいものだったらもう買えと、そういうことです。貯金してでも買えと、買えと、ちょっと我慢して、うん、はい、やっぱりその自分の身なりっていうのを良くすることによって自分のモチベーションが上がったりとかすると思うので、うん、もうねそこは迷わず買っていいと思います。そこはやっぱりちょっと上質っていうところに向けて、はい、うんうん、まあねこれなんで上質っていうのを35歳から上に言うかっていうとね、はい、これまあ日清とかユニクロばっかり着てる私が言うのもなんなんですけど、はい、トルソーってわかります？服をか、あの、かける、はい、立体的なハンガーみたいなのあるじゃないですか。はい、体の形してる、はい。トルソーのポテンシャルがどんどん下がってくるんですよ。どんなに素敵な服でも、うん、背中に肉がついたりとか、お腹がぽよっとしてて、肩にがもちゃっとしてるトルソーに着せたら、素敵な服に見えないじゃないですか。なるほど。トルソーとしての力量がどんどん落ちていくんです、年取っていくと。なるほど。で、そこを少しカバーするのに上質なものを着ていた方が、うん、確かに、みすぼらしくないっていうのは正しいんですよ、うんうん、おっしゃる通り金があればねって感じなんですけど、うんうん、まあまあ実際に全てはそうはいかないですけど、おしゃれな人は多少いいものを着出しますね。そうですね、確かに35歳以上になると、うん、私みたいにですね、今年ユニクロで4枚セーターを買ったんですけど、はい、それよりは1枚その値段でいいセーターを買うみたいなことしてますね、うんうん、でも35歳上質がテーマになるとはいえ、好きな服しかクローゼットにないっていうのは素晴らしいことですよね。私なんかいらない服しかないよ着ない服しかない。せっかく興味を持ったんですから、うん、ここはどうです、目覚めて。そうですね、もう極めるといった方がいいんじゃないですかね。あとね、一つ食パンさんにおすすめするとすれば、はい、私も、読む雑誌がないっていうことはですね、はい、30代後半からもうずっと言ってるわけですよ。私の本にもそういうことは書いてあるんですけれども、はい、女性誌全然読まなくなっちゃった、なんでだろうみたいなところがあるんですが、うん、最近のヤング、それこそハセンさん世代の女性、はい、そんなに女性誌読んでないじゃないですか。え、読んでないんですか。あの人たちやっぱね、インスタグラムとか、あ、そうだそう、ちょっと待って、なんで今どこのオカマバーのマスターあ、そうだってこう、そうだ、手をピュッとね、そうだわ、やりましたけど、フェイスブックですとか、ああいった写真から、そうなんですよ、ブログだとか、ブログだとか、あ、まあもともとはおしゃれブロガーの、ブログを見てファッションを盗んでたのが、うん、インスタグラムで行ってとかあると思うんですけど、うん、食パンさんなんかインスタグラムとかでちょっとやってみて、うんうんうん、気に入ったおしゃれさんを見つけて、うんうん、あ、大事ですね、その人をフォローして、まあブランドとかすぐには分かるんですけど、うん、似たものを見つけるとか、うん、そういうのも手だと思うんですよね。いいですね。あと、うん、これ提案なんですけど、提案きた、街の人を参考にする、街の人、はい、これはもう買い物に出かけて、うん、ですから、まあ、食パンさんでしたら銀座とかになるんですかね。まあでもほら、どこに住んでらっしゃるか分かんないじゃない。いや、繰り出すんですよ、どんなに遠くても繰り出すんです。
人は繰り出して変わるんです。人は繰り出して変わる繰り出して人を見てそのあのファッション素敵だなと思ったらそういうのを参考にしていくんです。人は繰り出して変わる、はい、なんか言ってるで何も言ってなそうな感じの、ね、いい格言が来ましたけど、はい、ちょっと外に出てきて見てみるとか、うん、あとはまあ SNS で見てみるとか、ね、ファッション誌だけじゃなくてもいいってことですね、うん、はい、ちなみに国山ハセンさん、はい、どんなものを見てファッション研究してるんですか？私はもう主に雑誌ですよ。雑誌何読んでるんですか？私はウオモですとか。ウオモって40代以上じゃん。いやそこをだから見るんですよ。幅広い年代のファッションを見ることによって人は進化すると思ってます、うん、またなんか言うてるようで何も言ってない言葉来たよ幅広いファッションを見ることによって人は進化する。そうするわけないでダーウィンに謝るでも幅広く見てます。だから幅広く見てます、はい、幅広く見るっていうのは大事だと思います、ね、20代が40代のウオモを読む時代でございます。はい、続いてです、はい、ラジオネームベティさん、女性の方、ありがとうございます。スーさん、国山アナ、こんばんは。こんばんは。いつも楽しく聞いています。ありがとうございます。スーさん、私は今日入籍をしてきました。おめでとうございま す。結婚をしましたということですね。イエイ、バレンタインデー入籍。はい、バレンタインデーという周りから見ればこっぱずかしい日取りです。そんなことないよ。優しい彼と結婚できた嬉しさもあり、いいね、両親や兄弟と離れてしまったような寂しさもあり、うん、人生ってこうして歩んでいくんだなぁなんて感じています。なるほど。どうか一言、スーさん、国山アナウンサーからおめでとうの言葉をいただきたいと思っています。そりゃ祝福しますよね。はい、じゃあせーの、おめでとうございま す。ベティさん、本当におめでとうございます。おめでとうございます、はい、ところで私のお悩みです。あるんかい。それは涙もろいことです。ほう。今までも小学校、中学校、高校の卒業式では誰よりも泣き、うん、友人の結婚式に参加しては親族の方々の噂になるほど泣き、親友の結婚が決まる前から勝手に結婚式での友人代表スピーチを妄想しては泣きという私ですが、結婚が決まってからというもののさらに涙もろさに拍車がかかり、日取りも決まっていない自分の結婚式での両親への手紙、うん、弟との中座、さらには入場曲を考えただけでいつでもどこでも泣いています。楽しそうだね。結婚式場探しでもプランナーさんに説明を聞いただけで一人で泣いているので、うん、彼もプランナーさんもびっくりです、うん、通勤途中横断歩道を渡り終え一時停止してくれたドライバーに深々と頭を下げる小学生の光景を見てもなんて心が綺麗なんだろうと号泣してしまいます。感動屋さん。ここまで書くといかにも不思議な女という感じですが、普段の私はむしろクールでお姉さんキャラです。ほう。ですから真っ赤な目をして会社に着くのが恥ずかしいです。このままでは自分の結婚式当日は朝から晩まで泣き通しで顔面が大変なことになってしまいます。せっかくの晴れ舞台、泣きすぎず幸せに過ごすにはどうしたら良いのでしょうか。お力添えをお願いいたします。なるほど。これでもどうなんですかね。素敵なことだと思いますけどね。一日中泣いてりゃいいと思うよ。うん、泣いてればいいと思います、うん、泣いてればいいって言うとなんか冷たいけどいいと思うんですよね。感受性が強いんでしょうね、うん、でこうお年寄りのために、うん、いや違う一時停止してくれたドライバーに深く頭を下げる小学生を見ても泣いちゃうと、うん、感受性が強くて泣けるうちが花ですよ。そうですよ ね。泣けないことより泣けることの方が素敵ですよね、うん、これ結婚式当日ってお嫁さんと旦那さんの結婚式とはいえ、うん、見てる方としてはなんかちょっとハプニングがあったりした方が面白いじゃないですか。いやそうですよね。絶対語り草になると思うな。嫁さんが最初から最後までずっと泣いてたっていう気がするそうですよね。それをむしろこう話しちゃってもいいと思う。そうそうそう。今日もずっと泣いてるんですっていうのは、うん、もうこんな顔になっちゃいましたってね。エンターテイメントとして、うん、はい、どうしても泣きたくなかったら魔法の言葉おちんぽまんじゅう、こちらを唱えてくださいお送りしたのはロレッタ・ハロウェイ、ラブセンセーションでした。ジェンス相談は踊る。TBS ラジオキーステーションに生放送でお送りしてきたジェーンスー相談は踊るエンディングです。この後の TBS ラジオは9時から明日へのエール言葉に乗せて、10時からはライムスター歌丸のウィークエンドシャッフル。今夜歌丸さんが評論する映画は大ヒットブロードウェイミュージカルを映画化したアニー。そして今週来週と2週連続でお送りする特別企画、ついに決定史上最高のアイドルは誰だ協議会。今夜は男性アイドル編です。そして番組冒頭でもお伝えしましたが、来週2月21日の代行 MC はライムスターの歌丸さんです。いやー楽しみでございます、はい、先輩と喋る2時間どうなるか皆さんぜひお聞き逃しのないようにお願いします。来週スーさんと歌丸さんの相談を踊る、どうぞお聞き逃しなく。そして番組ではリスナーの皆様からの相談を募集しております。メールの方は小文字で sd@tbs.co.jp、 おはがきの方は
郵便番号 107-8066 TBS ラジオジェーンスー相談は踊る係まで送ってください。はい、お願いします。電話で相談したいという方は電話番号を書いて送ってください。そして私からもお知らせがあります。お願いします。火曜から金曜夕方5時50分から放送している TBS ラジオザ・トップ5、うん、来週は曜日対抗一点突破ランキングスペシャルと題しまして、各曜日得意分野に絞ったワンテーマのランキング縛りでお送りします。ほう。ちなみに私国山と在日ファンクの浜健さんとでお送りしている水曜トップ5のテーマは、うんうん、子供から大人までおもちゃだけランキングとなっております。赤ちゃん用のおもちゃから大人が楽しめるおもちゃまで、スタジオに様々なおもちゃをぶっ込みますのでよろしくお願いいたします。楽しみですね、はい、そしてもう一つお知らせです。再三お伝えしておりますが、相談を踊るこの番組が本になります。3月22日ポプラ社から発売です、うん、今までの放送の中からよりすぐりの悩み相談を書き起こし再編集、私ジェーンスーによる本人の振り返りなど、番組を聞いてる人も聞いてない人も楽しめる内容になっております。お値段は税込み1296円。インターネットアマゾンでの予約もすでに始まっております。結構予約たくさんいただいてるようでありがとうございます。そしてそれと同時に番組初のイベントも開催です。ジェーンスー相談を踊る書籍発売記念、相談は蒼月ホールで踊る。3月22日午後4時半会場の5時半開演、赤坂の蒼月ホールでございます。私ジェンスをはじめ代行 MC を務める TBS アナウンサー陣が大集結。来場者のお悩みや出演者のお悩み、番組裏話や番組秘話などをみんなでワイワイとやるトークイベントになりますが、おかげさまですみません、前売りチケットがすでに完売、ありがとうございます。当日券が出るのか出ないのか現在は未定ですが、新情報はまた追ってお知らせします。他イベントの詳細は TBS ラジオイベントナビゲーターでお願いします。はい、こちらも楽しみですね。はい、さあメールたくさんいただいております。皆さんありがとうございます。ありがとうございます。みじんこさん43歳女性の方です、はい、スーさんハセンさんこんばんは、初めてメールします。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。毎週極上のひとときをありがとうございます、うん、こちらこそ。アイロンがけをしていたのですが、悩めるアナウンサーハセンさんに少しでもお力になればと思い、今時ガラケーをカチャッと開けてチキチキと打っております。ありがとうございます。ハセンさん、プライベートでお好きなことご趣味はございますか。はい、長峰さんはお相撲、安住さんはパンダ、はい、増田さんはピアノ、はい、京家さんは江戸と、お好きなことをお話しされている時の皆さんは大変魅力を感じます。なるほど。お忙しい毎日だと思いますが、うん、お好きなことをとことんお好きになられて、ラジオで私たちにお話しいただけたらと思っております。またそんな日が早く訪れることを祈っておりますということで。あ、嬉しいですね。嬉しいですね。好きなこと何ですか。はい、筋肉をつけることですね。筋肉バカ、はい、バカじゃないね、ごめんなさい、はい、筋肉でございます。はい、はい、もう一つツイッターいただいております。福岡の GT さん、真面目な話、ザ・トップ5でのトークは面白いし、ラジオはラジオ慣れしていることを考えると、ハセンは伸びてるよ。ありがとうございます。4月以降もラジオの現場で鍛えられる環境を作ってあげればいいんだけどね、ということで。あ、なんか優しいメッセージばかりで。よかったな、はい、来てよかったね。あ、来てよかったです。ちょっと4月からはラジオどこかでやれるように、はい、こうおいでよ、また、ね、あ、ちょっと、はい、また来ます。お願いしますよ、はい、ありがとうございます。いや、なんか嬉しい気持ちで終われるのが幸せです。なんかだんだん稲垣くんにも似てきたね。ピノキオから始まってスマップの稲垣くんに見えてきて、はい、見えてきました、うん、あ、本当ですか。まだ顔面が定まってないのかな。顔面が定まってない。それとも私の問題かな、分からんけどな。はい、ではジェーンスー相談を乗る、今夜はこれにてお開きです。お相手は TBS アナウンサー国山ハセンとジェーンスーでした。ラッソダンス。